岩手ワンコ広報室。そばっち、今週のテーマは始まっています。働き方改革、すべての人が働きやすい職場づくり。10月14日岩手働き方改革アワード受賞式が開催され、今年6月から始まった岩手働き方改革推進運動に参加し優れた取り組みを行った企業が表彰されました。働き方改革とは、従業員の仕事と生活の調和の実現に向けて、長時間労働の是正などの働き方の改善に経営者と従業員が一体となって取り組み、魅力ある職場づくりを進めるものです。我が社のいろいろな数値集計を見せて理解をする、そういったことを言い続けたこと、それから農産業例とかのアナウンスをしたり、農産業の時には午後6時に音楽をピタッとやめる、こういった仕掛けも一つ効果的だったかなと思います。1人当たりの時間外労働時間、これが前年対比で下がってきているというのが実態でございます。働き方改革は従業員の意欲的な取り組みにつながり、業績の向上や優秀な人材の確保などの効果が期待され、企業にとっての経営戦略とも言えます。働き方を改革するということは、決して楽をするわけではなくて、きちんと決められた時間の中で成果が出せる工夫や仕組みをしていくことによって、まず働いていらっしゃる方がリフレッシュした状態で仕事の成果を追求できる、そういった働く環境が整っていきますと、これまでは働くことを諦めていた方が子供を産みながら働き続けられるという新しい選択もできるようになるのではないかと考えています。その結果、岩手の中でも子供が増えて働き手が増えて、それが将来の経済を支えていく、こういった基盤づくりにつながっていくのではないかと思っています。みんなが働きやすい職場づくりに向けて、経営者と従業員が一体となって働き方改革に取り組んでいきましょう。岩手ワンコ広報室、次回お楽しみに。